勝手に毛が抜けちゃうと欲しいタイミングで毛が取れない。だから、まあ、
都合のいいようにね、人間が品種改良をしていく、まあ、品種改良って言われるとなんか聞こえが悪いような気もしますが、犬にもたくさん種類があるように牛にもたくさん種類があるんです。それぞれの役割目的に合わせてるわけです。右側見てー、でかーい、うわ、こなっていい、こなっていい。はい、こちらブラウンスイスです。ブラウンスイスでマグラの国で一番でっかいです。はい、ブラウンスイス。普段はあの子はね、置物みたいに全く動かないんですけど、今みたいに近くで、しかもこう首を振ってるところも、ね、見えましたらラッキーですね。さあ、では続いて左側行ってみましょう。ヤギが、あれ、みんなかくれんぼしてたな、あ、いた、はい、ヤギ、わあの、お庭の草刈りとかでヤギを一頭お家に飼っとくと楽ですよ。あ、近くにもいますね。そのまま左側見てるとでっかい茶色いのが角見えます。立派でしょ、ね、同じパドック、同じ部屋の中に白黒の牛もほら近いですよ。またこの牛たちについては後でお話をしていきましょうね。ではトラクタートレイン大きく揺れますので気をつけてください。バウンドしますからね。はい、しっかり座ってましょう。でこれバウンドする理由はね、キャトルストップと言いまして、下にねスペースを作って道をわざと作ってますね。そのスペースに足がはまってしまうと動物たちは抜け出せなくなってしまいますから、車両は通れる、でも動物は通れるっていうキャトルストップっていうものですね。左側には桜の中、アルパカ見えてきます。もうね、今日の暑さにもうダウンしてるアルパカばっかりですね。もう勘弁してくれって感じですね。まあでもこんだけ本格的に暑くなる前にね、毛刈りがだいぶ進んで良かったです。アルパカは2年に1回必ず毛を刈ってあげます。2年に1回ですね。アルパカの隣、羊の隣はヤギが見えてまいります。で私たちファームツアーはですね、動物たちに担当者がいるんですけど、ヤギの担当はね、今運転してくれてるカズなんですね。はい、カズが毎日ヤギをチェックして餌を増やそうとか、あの爪を切ろうとかね、あの健康管理をしてくれてますね。ヤギ、あ、揺れます。もうカズのおすすめのヤギをね、後で皆さん一回めでてあげてください。で、餌やり体験をしてもらうんですけど、餌をあげる動物が今話したヤギと羊と、あとアルパカと3種類に餌やり体験できますので、しっかり楽しんでいきましょうね。右側にもアルパカ見えてきますよ。はい、右側夢中になってると左側もすごく近いですよ。さて、じゃあ次どこ行かな。あ、ダチョウ行きます。左側ダチョウ見えてきますけどね。でダチョウはね、捨てるところがないっていうぐらいいろんなものに使う。卵見えます。ダチョウの足元見えますよ、ほら卵。3年目の方も見えますか。飼ってるダチョウの足元のところですよ、卵。アルファソロの卵ですね。今ダチョウの卵見てね、あれほっといていいのかなと、疑問に思った方もいるかもしれませんが、当然ダチョウ卵を産むのはメスですが、温めるのは基本オスの仕事です。今私たちはメスしか飼育してませんので、まあ、仮にあれを温めたとしても生まれません。いわゆる無精卵ですね。オスがいないんで、いくら温めても卵がただ腐っていくだけですね。ダチョウの卵をね、食べることができるんですけど、そのまま食べてもいいんですけど、カステラとかプリンにすると美味しいみたいです。とてつもない量が作れますね。はい、止まりましょう。はい、じゃあここで
え、さあこの後私とドライバーの数で皆さんに配っていきますが、とってもちっちゃいです。こんなもんしかありません。ちっちゃいです。これ皆さんにお配りしますので、もらったらグー、グー、あげる方の手はパーです。グーの手からパーの手に1個だけ乗っけて、手のひらお皿です。シャキーンの状態でどうぞーって動物の顔の前に見せると、うん、食べます。いいですか。つまんでこうやってあげちゃうと指バクバクバクってね、痛いってなっちゃうから、必ずパーパーにしてどうぞとあげてください。つまんであげちゃうね。で、あげられる動物、先ほどもお話ししましたが、羊、アルパカ、あと後ろの方にヤギがいますので、羊かアルパカかヤギかにあげてみてください。で、ダチョウ、あと1両目の横、実はエミューっていう鳥がいるんですけど、ダチョウとエミューはこれ食べませんので、あのでっかい鳥にはあげないでください。羊とヤギとアルパカだけね。じゃあでは扉の鍵を開けていきます。おかわりありませんので、必ず一つずつあげてくださいね。はい、では行きましょう。どうぞ。荷物置いたままで結構します。おいしていい。見て見て、走ってきた走ってきた。震えて。じゃあほら、餌でももらえ。はい。火が優しい。おう、この人ないです。ぐちょぐちょのまんまこうやって下向いて草食べると土が口の周りつきますね。その木はだいたい皆さんの手真っ黒になりますね。決して悪口があるわけではございません。さあ行きましょう。牛のエリアですね。左側にいそう。はい、左側。さっき外から見たでっかい牛なんですけど、白黒の牛と茶色の牛。茶色の牛めちゃめちゃ近いですわ。びっくりしないでね。白黒の牛がホワイトベルティットギャロウェイ、茶色の牛はスコティッシュハイランドキャトルと言います。茶色の牛はスコティッシュハイランドキャトル。ほらでかい、近い。こんだけこの牛が近いのは珍しいですよ。暑い日は基本動かないですからね。チャイナの牛はスコティッシュハイランドキャットで、白黒の牛ホワイトベルティットギャロウェイ。はい、じゃあ次は馬かな。馬のエリアに入っていきましょう。で、馬は近くに来ることがあるんですが、手は出さないようにお願いします。かじられるとあの本当の怪我をしますからね。はい、手出さないようにお願いします。5頭かな、5頭、3種類いるんですけど、ロバが2頭、ロバ2頭、ポニーが1頭、ミニチュアホースが2頭、
計5頭いるんですけど、どれがロバで、どれがミニチュアホースで、どれがトミーだか、皆さん見分けはつくでしょうか。みんな右側にいますからね。まず近くに寄ってきてくれてます。右側、こちらロバ、ロバ、あ、モリとロバ、ロバ、ロバと来まして、ポニーですね。ロバ、ロバ、ポニー、そして、あ、左にミニチュアホース、あと右側奥、はい、もう一度ミニチュアホース。ミニチュアホースはペット用です。ポニーは子供が乗るサイズ、ロバは荷物の運搬用です。はい、右側に牧羊犬を出しました。今からちょっとだけ牧羊犬にお仕事を使ってもらいたいと思います。次はどこ行ったんですか。この犬仕事中吠えませんからね。目力を使って羊は誘導してまいります。左側ですよ。スタンバイ。あんまり走らせると熱中症になっちゃうので、あえて今ゆっくり動かしてます。で、顔の前に犬がいると羊たちは止まります。犬が壁の役割になってますね。乾杯乾杯。犬が前に来ると U ターン、ウェア、ウォークアップ、前の柵に追い込んでいきますね。ウォークアップ、グーグー、ウォークアップ、ウォークアップ。もう向かっていくと思ったらもうアシストするだけ、後ろからね。で、ここまでが今一旦の仕事だっていうのを犬は理解してくれてるので、今度羊たちが出ないように見張ってます。はい、犬がドアになってますね。で、この状態にしておくと捕まえることも非常に楽になります。毛刈りするとき捕まえるのにね、だだピヨイとこ出るの大変なんでね。仕事が終わったら羊を今度出しますけど、ウェア裏に回れば出てきます。で、出すのが仕事なのを理解しているので、犬無駄に追います。あ、揺れます。あー、暑くて犬もバテちゃって、羊もバテちゃってね。あ、犬大丈夫です、勝手に帰ってきますから。で、全部こっちからの指示で動いてますから、嫌いで追ってるわけじゃないですね。キラッ、はい、もうここに戻ってきちゃうんですね。牧羊犬でした。はい、じゃあちょっと牧羊犬の話長くなりましたが、次は黒毛和牛。黒毛和牛を見るだけです。黒毛和牛全部そうです。右も左も全部黒毛和牛です。あの、これちっちゃいですよ。あの、ちっちゃい。左側は出口2部屋分ぐらい、ちょっと大きいかな。はい、ここの黒毛和牛も、私たち担当者決めてね、毎日こうお肉になるためにね、美味しくなれ美味しくなれで餌あげてるんですけど、まあ、今の黒毛和牛本当に出荷しますからね。はい、本当にお肉になるお肉です。残さず美味しく、ね、命いただくことに感謝をしていきましょうね。黒毛和牛なぜなんだろうと疑問に思った方もいるかもしれませんが、基本的にですよ、絶対じゃないですよ、基本的に黒毛和牛って中で買うことが多いです。これ霜降りにしやすいからです。言い換えると、くっちゃにくっちゃにさせるんですね。食べてはゴロゴロ、食べてはゴロゴロ、ね、これをしていくことで霜降りになっていきます。だいたい出荷するときの年齢が2歳半ぐらいです。
歳半、30ヶ月、生後30ヶ月ぐらいで、もう出荷をしてお肉に来ていきます。これについてお話ししますが、まあ、こういうのあるとね、なんか牧場のシンボルみたいなイメージがあるかもしれませんが、これはね、サイロっていう建物です。サイロで、このサイロで作られた草をサイレージっていうんですけど、簡単に言うと夏の草を刈り取ってあの中に入れて冬場あげる。ただ置いとくだけだと枯れちゃうので乳酸発酵させる、発酵させて保存状態を良くして、それを動物に食べていくというわけですね。はい、まあ、牧場のシンボルの一つサイロも最後にご紹介しましたが、もう間もなくで実は終点到着ですね。はい、あっという間の30分でした。今日いろんな動物を紹介させていただきましたが、動物たちね、こう可愛いだけ、かっこいいだけじゃなくて、すごい一面もあるんだよっていうのをね、一つ知ってもらえたら嬉しいというふうに思います。それでは終点到着です。降りたら必ず石鹸を使って手を洗ってください。ゴミがある方、茶色のゴミ箱へお願いします。本日皆様のツアーガイド、私マークドライバーはカズでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ扉の鍵開けていきますので、そのままお待ちください。ちょっと待って。